アナトリー・チュバイスとドミトリー・メドベジェフ。大統領アナトリー・ボリソビチ・チュバイスは、ロシアの政治家、企業家、ロシアナのテクノロジー社社長、ベラルーシ人、エリツイン大統領時代に、大統領府長官、第一副首相建造賞を歴任し、民営化政策を推進し、エリツイン時代後期には、ボリス・ベレゾフスキー、ロマン・アブラモビッチらと共に、 ロシアの政財界に強大な影響力を及ぼした、エリツィン政権末期から、プーチン時代にかけては、政権内からは、離れるものの新興財閥、統一エネルギーシステム会長として、一定の地方を占めた。1955年6月16日、白ロ,ロシア共和国に生まれる、父親は軍人、母方はユダヤ系。1977年、 レニングラード技術経済大学を卒業。1980年ソ連共産党入党。1990年から、レニングラード市執行委員会副議長、第一副議長、サンクトペテルブルク市長主席顧問を歴任。1992年6月に、ロシア連邦政府民営化担当副首相に就任。エゴールガイダル首相代行と共に急進的、市場経済改革を実施した。 しかし、ガイダル、チュバイスたちが実施した経済改革は、脆弱なロシア経済にハイパーインフレーションをもたらした。さらに、チュバイスは民営化を実施するにあたり、国営企業の経営者をそのまま、民営化した企業の経営者イコール所有者にした。これによって、例えば国営石油会社の社長は、一世にして民営化された石油会社の社長となった。チュバイスの民営化は、 大変不平等な結果をもたらし、後に正解を操るようになるオリガルヒと呼ばれる、新興財閥と、葛藤資本家が生まれ、ロシア社会には、貧富の差が増大した。1994年11月より、有価証券委員会担当第一副首相。1996年1月解任。1996年の大統領選挙において、チュバイスは、 エリツィン陣営の選挙対策本部の責任者に就任し、ベルゾフスキーや他の新興財閥と協力し、エリツィンを再選に導く。エリツィン再選の功労により、1996年7月より大統領府長官に就任し、エリツィン政権の摂政の異名を取る。1997年3月解任、第一副首相兼造省に就任。 1997年11月解任。その後、ユーズ会長に就任。チュバースは1998年8月、ガイダルと共に、セルゲイ・キリエンコ首相に、ルーブルの切り下げを迫った。首相は、その勧告に従ったが、これが引き金となりロシア金融危機が発生した。1999年12月に実施された、下院選挙では、ウファ勢力をまとめ上げウファ連合を組織。 両党は比例区で4位につけた。このように、エリツィン時代、エリツィンファミリーの一員として、ロシアの政財界に強い影響力を誇ったチュバイスだが、プーチン大統領が就任し、状況は一変する。プーチンと白引きの新興財閥抑圧策により他の、新興財閥同様、政治的影響力が衰えたと観測される。その一方で、プーチンを強権政治と批判を強め、 チュバイスは2008年大統領選挙に立候補を予定していたミハイルカシアヌフゼン首相を支持する可能性を示唆した2005年3月17日モスクワ近郊でチュバイスが乗った車が銃撃された捜査当局は暗殺未遂事件と見ているチュバイスは国内エネルギー業界の改革と民主勢力の統一をあくまで続行する誰がやったかはわかっていると声明を出した 2005年5月に発生した大停電に関し、プーチン大統領は、同社の経営方法、経営陣に欠陥があることにより発生したと、非難した。他の新興財閥が、東国や疎追、怪獣によって政界への影響力を失っていく中、2011年現在では、唯一反プーチン路線をこわだかに叫んでいる、新興財閥の長である、ありがとうございます。